皆さんこんにちは、鳥井玲奈です。新年明けましておめでとうございます。いやー、2020年がやってまいりました。あ、相棒のゆきちです。痛い。いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。毎年ですね、1年1年が短くなっていくなと、年を重ねるごとに、感じるようになってきたんですけれども、今年は1日1日を大切にね、過ごしていこうと思います。やりたいことをたくさん叶える年にしたいなというふうに考えてます。例えばカバー動画だったりとか、あとはソロだけじゃなくて、あの人とコラボして一緒に歌ったりすることもね、やっていきたいなっていう風に思ってます。あとは MV を出したりとかもしたいし、とにかくやりたいことがもう盛りだくさんなんですね。心が踊る方にワクワクすることをたくさん積極的にチャレンジしたいなという風に思っております。1月の11日111ですね、土曜日に静岡県サントムンカ北川というショッピングモールで SBS ラジオのラジオイーストという番組にお昼の12時からゲスト出演させていただきます。その後ですね、13時から無料のインスタライブも行いますので、ぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしてます。私は年が明けて2日目1月2日に初詣に行ってきたんですけど、おみくじを引いてまいりました。そして見事に今年も大吉でございます。ありがとうございます。守備よくかな。しかし油断すれば破れる、油断禁物ということですね。はい、気を引き締めていきたいと思います。基本いいことが書いてある。今年も大吉をゲットしたので、自分を信じてしっかり進んでいこうと思います。いつも私のブログも読んでくださる方、本当にありがとうございます。私は新年早々こんなところにぷっくりさんが出てきちゃったんですけど、なんかめでたいですねこれも。それでは2020年も鳥井玲奈の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。次の動画も見てください。ありがとうございました。